はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルージーです。では今回は This is a Police の87日目になりますね。早速プレイの方始めていきましょう。まずは新聞から確認ですね。ヌーディスト団体、市にプライベートビーチを要求。いやー、全然いいな。ホームレス人口 13% 増加。これ 13% ってかなりの増加率ですよね。最後1市ザ・ファクトは、公共物に落書きの未成年、落書きを消す処分。なんかありましたよね。善光寺に落書きをした、なんかおばさんというか女性というか、そんな事件がちょっと前にあったかなと思うんですが。で、最後メモですね。郷に入れば郷に従え。と言われてもな、全然ヒントになってないと思うんだけどな。いつも思うんだけど。どうなんでしょうね、この辺りは。で、エイムス、友人が交差点で衝突実行、パニックを起こしているので、様子を見に行っても、まあ、刑事は正直いいですね。で、ホークスマン、昨日賭けに負けて車の鍵を、なんかこれ、この前も見たな。誰だっけ、これ。誰かが 同じようなこと言ってたよね。まあ、血便が出てるならしょうがないよね。で、バスティアンは、祖父が転換を患っているのですが、最近発作がひどくなってきて頻度が増し、涙が出るほど辛いようです。新しい薬が必要なのですが、別の町まで行かないと入手できません。家族の中で運転できるのは私だけなので、今日時間をいただいて取りに行ってもいいですか。バスティアン、いい人だ。まあ、転換はね、まあ、確かに車の運転とか、症状が出てしまうとまずいのでね、薬を飲んでからじゃないとできないんじゃないか、なと思うんでね。まあ、そのために、バスティアンが代わりに取りに行くっていうのは、まあ、いいのかなと思うので、まあ、お休みあげましょう。で、今日は2人欠員が出ているので、まあ、フロリドがいるので、まあ、どうにでもなるでしょうという布陣ですね。で、こちらは警官が6人いるんで、少し刑事事件の方も今後あたりはやっていきましょうか。しばらく刑事事件は放置してしまっているので、刑事事件の方もしっかり解決に向けて、まあ、ちょうどね、そろそろ半分、180日間のうちの半分、まあ、途中でゲームオーバーにならなければということにはなりますけどね。では、副署長ですが、警察学校ですね。能力アップしたか。おお、一気に能力アップしたね。何？ベイカーマザーは全ての試験に落ち、警官としての名誉を失った。残念だな。で、アティカスタワー。ある事務職員が普段より早く出社すると、屋上から銃声と悲鳴が聞こえた。いつも最上階で仕事をしているけれど、こんなことは今まで一度もなかったと。まあ、銃声が聞こえてるっていうことはかなり危険な匂いがするので、まあ、ここはディクソンとドレイク、さらにスワットチーム護送車出しましょう。おっと、出た出た。じゃあスカンロンを出してあげるよ。これで問題ないでしょう。で、視聴者ですね。最近の報告書によると、FPD は成績の悪かった警察学校の卒業者を雇用しているようだ。君たちにとっても市全体にとっても恥ずべき事実だ。2日以内に最低4人の警官を再訓練させること。進展が見られなければ上の者が介入することになると。なるほど。ってことは、最低4人、2日以内に最低4人かってことは、22でやっていくしかないよね。22でやっていくしかないので、とりあえずすぐにでも、警察学校に2人送りましょうということで、副署長室に行って、警察学校に2人訓練を受けさせましょう。じゃあここは下から2人っていうよりかは、まあ、刑事を2人送るしかないよね。警官はちょっと正直送れないんで。というか、むしろもう今4人行かせる。今回刑事事件対応できなくなりますけど、まあ、なんか持ち越ししといて、次回ひどい目に遭うよりは、今4人送っちゃった方がなんかいい気がするな。で、この定石で頑張ってくれたまえということで、まあ、市からの命令、警察学校に4人派遣、再訓練っていうのを達成したんで、まあ、市長からの評価はね、落ちなかったかなっていう感じですね。で、不法集会、よくありますね、最近。中絶反対者が婦人科病院を囲い込み抗議している。
非常に攻撃的な態度で中絶は殺人、中絶は罪と叫んでいる。彼らに近づく勇気のあるものはなく、医者と看護師は恐怖で建物から出られない状態だ。まあ、なんかかなり過激な雰囲気になってますね。じゃあここはフロリドに、レイグッド、この2人に行ってもらいましょう。で、護送車は今出払っちゃってるの。おっと、出た出た。このパターン多いよね、最近。じゃあ、称号なしの本店のこの3人で行ってもらいましょう。次2人で行けないって言い出し始めるとちょっと厄介だな。バーディーとマリニアックなので、まあ、なんとかなるかなとは思うんですけどね。で、無謀の基地火災、悪ふざけをしている集団が細い紐をくくりつけたバッグを歩道に投げている。バッグとつながっているその紐を引いて通行人の気を引き寄せ、ゴミ箱に落ちるように仕向けているのだ。今までに何回もこの集団に関連した苦情が寄せられている。先日ゴミ箱に落とされた女性は意識を失ってしまい未だに回復していない。これも完全な傷害事件ですね。じゃあバディとマリニャック2人で行ってくれよ。よし、追加で人が出せないんだよな。2人でなんとか頑張ってもらうしかないね。犯人を捕まえたと。いいですね。おっと、こっちの方は道に100ドルシーが落ちている。路地にいる数人の若者が曲がり角から赤玉を突き出していると。金を追う、これなんか罠にはまりそうですね。反対側から静かに路地に入る。路地に飛び込む、まあ路地に飛び込むよりから反対側から入った方がいいですよね。じゃあ一番上にしましょう。ということで2人で無事逮捕しました。で、発砲事件のお先に、報告受けちゃいましょう。これは誤報か。一番最初に3人派遣したやつですよね。スワットチーム含めて。もったいないことしましたね。屋上はブラディシャツ5、ジョニーのニュールックという新作のアクション映画用に使用されていて、超高層ビルズの最終シーンを撮影しているところだった。そうでしたか。じゃあ、まずはレストランオクトパスの方からですね。うちの店で雇っている外国人の料理人たちが好き放題をしていて困っています。料理に唾を吐いたり、これはひどいな。変なものを混ぜたりして楽しんでいるんです。最初はそこまで気にしていなかったんですが、客が異物混入に気づいて文句を言い始めたんです。まあそうですよね。変なものを混ぜたらわかりますよね。料理人たちと話をして理解してくれたように見えたのですが、その後もいたずらをやめません。あなたの部下2人ほど派遣して牢屋に入れるとか、国外追放にするとか言って脅してもらえませんか。脅すだけでいいんです。実際にいなくなられたら困ってしまいます。まあ労働力がね、低下していますからね。特にサービス業系は、なかなか人材の確保がね、難しいとも言われている、昨今ですからね。ここはじゃあスカンロンにドレイク。この2人を派遣していきましょう。で、ゲット地区での詐欺事件の方にディクソンを派遣する上で、バーディーとマリニアックが戻ってますね。匿名希望の男から需要が高い偽造文書の作成と販売に関わっている男の住所を入手。この男が提示する料金は異常なほどに上昇したが、品物は以前と変わらぬままだとその男は話した。何なんだろうこれ。なんかスッとしないですよね。まず、偽造文書を作ってる男も男だけど、その偽造文書を手に入れて使ってる男からの通報っていうところで両方とも逮捕しないと意味ないんじゃないかな。まあ、ここはじゃあバーディーとマリニアック、この2人はコンビで動いてもらいましょう。ディクソンがちょっと動けてないけどな。まあ、あの警官が全部で4人体制になったので、しばらくは安心して動けるかな。アティカスタワー最近事件多いですね。ギフトショップの販売員は鮮やかな服装をしたメキシコ人女性がフリーバーグの記念碑の置物をバッグの中へ詰め込むところを目撃した。それからその女はショッピングを続けて試着もしていたわ。私は彼女の後をつけたの。彼女は置物以外の支払いをすべて現金で済ませた。私は警備員に彼女を阻止するように言ったけれど、大男が現れてその瞬間に彼女に逃げられてしまった。まあ、これは完全なる窃盗事件ですね。じゃあディクソンに本店ノットでいいでしょう。このまま事件がね、起きなければいいんですが、おっと、ナンシーフレンチに行けなかったな。ドアノックしたが音がなかったため、警察はドアを破壊してアパートに行った。メガネをかけた男が部屋から出てくると、連邦捜査員の ID を提示してきた。これがすでに偽物の可能性がありますよね。
手から書類を貼ろうとして手錠をかける。ID を調べる。男に敬礼してアパートの捜査を続ける。まあ ID をまず調べましょう。まあやっぱりそれ自体が FBI の ID 自体が偽物だったんですね、きっと。じゃあ、ナンシー・フレンチですね。所長、私たちの独断でふざけた移民たちを警棒で戒めてやりましたよ。30分ぐらいかけてじっくりね。そしたら分かってくれました。今後は料理にいたずらはしないです。フレンチさんはお礼にカニサラダと日本酒を振る舞ってくれました。こんなもてなし、家族からだって受けたことないですよ。そうなの？なんか悲しいな。酒飲んでやがるな、ドレイクとスカンロンは。ドレイクとスカンロンはちょっと出せないな、こうなるともう今日は。リロイ・エベレットは道端に座ってタバコを吸いながらロシアンルーレットをしている若者2人に気がついた。ロシアンルーレットってでもこれさ、ガチなロシアンルーレットじゃないでしょ。さすがに。では、窃盗事件の方の報告、確認していきましょう。これは、誤報ですね。その女性はアラナ・モライスというポップスターで、ツアーでフリーバーグを訪れていたことが分かった。男は彼女のボディーガードだった。地元の店で土産物を探していて、置物はバッグの中に入れたまま忘れてしまったらしい。手が塞がっていたのと、アラナは謝罪。販売員は彼女が誰か気づかなかったようだ。ポップミュージックは聞かないの。しかし、彼女はアラナからのサインは快く受け取っていたと。まあ、でも、これはどうなんでしょうね。なんか微妙ですよね。店を出たのは事実ですからね。死傷者ありの人質事件。これは SWAT チーム出したいな。まず SWAT チーム確定ですね。マスクをした武装した男たちが銀行から逃走したのを通行人が目撃。そして大きなバッグを複数持ってアパートへ逃げ込んだ。犯人の一人は負傷しているように見えたという通報ですね。じゃあここは精鋭を送りましょう。フロリドに、レイクウッド。そうか。スカンロンとドレイクはもう出せないんですね。となると、ここはマリニャックを出しておきましょう。こうスカンロンとドレイク、酒に酔ってる状態で派遣して、万が一、事故を起こされるとまずいですからね。警察の威信が失墜。っていうことになりかねないので、これなん大丈夫か。なんか誤報の予感がする。やっぱりな。違う。これはロシアンルーレットガチでやってたのか。しくりましたね。人を派遣しなきゃいけなかったのか。まあ、自殺に近いですよね。でも、ロシアンルーレット強要されたのでなければ。ナオミ・ラザフォードは共産主義者にこの街を乗っ取られるのではないかと真剣に心配。窓の外を見ると USSR という書かれた赤いトランクスーツを着た一家が見えたの。トラックスーツを着た一家が見えた。ハンマーや鎌を持っている様子はない。今のところはね。でも私にわかるの。過去200年私たちは民主主義のために血と汗を流してきた。共産主義者にひれ伏すつもりはないと。まあ一応ここはじゃあホンティノットディクソン出しますか。なんかね、誤報の匂いがプンプンするんですが。ドアマンが意識を失って、床に倒れている。エレベーターは撤収で、階段には血痕が残されている。どうしようかな。まずドアマンを揺さばって起こして質問するか、血痕をたどるか、どこにも逃げられない、それを手を挙げて出てこいというかですけど、まずはドアマンを起こして質問しましょう。階段の頂上付近で女性の悲鳴と銃声。ドアマンは意識を取り戻した。ドアマンに質問するか、慎重に階段を上るか、銃声がした方向へ向かうか。まあ、銃声がした方向へまずは向かいましょう。ガンを着た女性の遺体が階段に横たわっている。犯人たちはアパートに潜伏している。まずは閃光弾を投げ入れるか、犯人たちを撃つか、両手を上げてお前らを逮捕すると叫ぶか。閃光弾を投げ入れましょう。さすがスワットチームだね。さらに、金を発見した。金じゃない、金だね。金を売却依頼する意味がわからないけど、まあ金を売却に依頼しましょう。じゃあ金を売却させるって意味がわかんないですよね。マネーロンダリングかな。さあ、今日はもう事件はいらないよ。もう時間はいらない。クリストファー・サンドか。違うね。クリストファー・サンド・なんちゃらですね。不審人物の方を先に洗っていきましょう。やっぱりな、誤報でしたね。ソ連から移住してきたブリンカを見て驚いたというだけでしたね。では、クリストファーさんとアイスアリーナです。若い女たち数名がラビービストルのコンサートチケットを入手するみで並んでいたところ喧嘩が始まった。まあ最近はね、転売屋とかありますからね。じゃあ2人を派遣しましょう。もう事件はいらない。本当にいらないぞ。今、ディークソンとホンチノットが戻ってこようとしているところではありますが、殺人事件の方は、新しい写真が見つかってなければスルーしましょう。刑事事件の方に新しくね、捜査員を追加するっていうことができるんだったら、
ちょっと捜査していきますか。窃盗事件の方に刑事を追加でちょっとアサインしていきましょう。もうしっかりね、起きてる順番からいきましょうか。じゃあ殺人事件の方ですが、ここにも刑事を追加していきましょう。ウィーパーにポーターで、二重殺人の方が、まあ、こいつね、なんか一人でやってくれてる感じはあるけど、ここにコールマンを足しましょうか。これあれですね、左上のマーク、人物のマークってきっと、警察学校に通いましたよ、みたいなところなんですかね。で、ちなみにせっかくなんで、ギャング、進行中のギャング捜査はなしということですね。はい。じゃあ今日も無事に、事件は解決。おっと、クリストファーサンドのアイスアリーナか。まあ、ここはもう最後なんで、全員送って終わりでいいでしょう。もうこの後さすがに事件は起きないと思っていいと思うので、これで一気に解決を図っちゃいましょうか。さあ、もう3時を過ぎてますからね。解決して戻ってきて、5人派遣しましたからね、コンサートチケットのね、争奪戦に。じゃあこれで勤務を終了していきます。はい、というわけで87日目いかがでしたでしょうか。次回は88日目になりますね。続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。